いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画でも記載されていた藤岡浩太騎手が落馬事故により4月10日にご逝去されました。どうか無事にと回復を願っておりましたが、亡くなられたという情報を目にし非常に辛く悲しく胸が痛みます。 SNS 上でも藤岡浩太騎手の温かいお人柄があふれるお話が多く語られており、本当に素晴らしい騎手だったのだと痛感いたしました。心よりご冥福をお祈りいたします。皆さんこんにちは、うまこです。今回行う検証は3連単軸ボックスで 1,2,4,5,7,8 人気で買ってみた。こちらはですね、視聴者様からいただいた企画案でして、間の人気をね飛ばし飛ばしで買うっていう形ですね。 7,8 人気あたりが絡んだら配当期待できそうだなと思いまして、今回は挑戦していきたいと思います。それでは検証スタート。その後ろからは9番のクリノオリオンと1番のリュクスブリランテが並んで4コーナーをカーブ直線コースへ、先団3頭広がって直線へ、さあ先頭キープ、そして内からはもう一伸び8番のナムラリーナが先頭キープ、さらには11番のベベンニーチェが迫っていく、そしてその2頭の後ろからは7番のヒロインズクレスト200を通過して3頭広がった、勢いましてきた7番ヒロインズクレストが抜けた、やばい7勝ってないって、3番でベレニーチェに10番のアルピニストが並んで2番の接近、すごい足で来てしまったな、2番から2頭、あーこれあかんわ、ヒロインズクレスト見事初勝利です。2番手には15番のアストラカ、3番手に9番のクリノキングマン、その9はあかんで、9はあかんで、4コーナーをカーブ直線コースに入りました、そのままいけ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 、先頭は15番アストラカ、1、15そのままやって粘っていますが2番手に交代、9番のあーあかん、内が下がってクリノキングマンが3番手2番手先頭を追ってきた、9が来てしまいそうやなこれ、外は16番のノリアーセルトが今4番手、先頭は9番クリノキングマンが抜けた、アストラカ2番手、3番手に7番のタモモキャリコ、4番手16番のノリアーセルト、9番のクリノキングマンゴールイン、うわ2番手が15番アストラカ、3番手は7番のタモモキャリコです。1番のアストラベスタ、内から9番の名将ヨスガラ、間には8番名将マン固まって4コーナーのカーブ、さあ7番のブーヤがリードがなくなって半馬身ぐらい、さあそこから5番のブーヤユルナトが並んでいて直線コース、さらにスズノアイスマンがそこからちょっと勝ってないのよあなた、スズノアイスマンその内から3番のアンブーヤ、そしてお次は1番のアイアンウォール大外から200の標識に入ります、先頭5番のケイアイエルナト2馬身のリード、さあ大詰めで3番のアンブーヤ、ちょっと強いな、そのストの3番手、そして2番アイアンウォールは4番手、先頭は5番のケイアイエルナトがある、2番手は3番アンドゥーラ、大成形したケイアイエルナトゴールイン、2番手3番アンドゥーラ、3番手6番スズノアイスマンです。アルティスタが並んでいって600を追加、そしてその後にシングルハーテッド、相手からサブのファントム、内は1番のピュアスマイルと広がって4コーナーから直線コースへ、そのまま待って、頑張れ、今度はグランアルティスタ、その内から7番のメイクユーマイン、いいね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 、メイクユーマインが先頭に立ちますが、9はあかんから、9はあかんからな、さらに9番のサトノファントム、いやちょっと待って、6もうちょっと頑張れるか、200度少々で先頭は内6が3着になってくれれば、10番のグランアルティスタ、いけ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 、頑張ってくれって、サトノファントム、よし70はそのまま、いいぞ、あーちょっと待って、いや9はあかんのやって、あー3着9回
グロリア・ラウス、4コーナーを回って直線へ。よしよし、4位よ、4位よ。そこからは5番のブーミンダダインが差を詰めて、さらにそこから8番上り昇竜、4位、なんか来い、なんか来い。2頭の内からは3番リラボニート、さらに2番のゼットスパンキー、横に広がっての混戦ですが、ちょっと待って、大外から上がってくる6番のデラメリタ、6あるぞこれ、200を切って、いいよ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 、さらには7番のいいよ、アルトゥーも6、7、9、来い、その内から6の方が頭、よし、6頭の方がつくからな、6番テラメリタ、2番、あ、よしよしよし、6、7、おっとっとっと、2番手は7番のアルトゥームか、9番マイルティグレか、オッケー、よし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 、モツタンジロー、4番ヒロシ君が上がってきます。9位よ、9位よ、頑張れ頑張れ、9位よ、8位はあかんからな、7番名称9が、9、あーちょっと待って、いやーちょっと、あー8がスーッと伸びていってしまって手応えが非常に良すぎるなこれ、9番ゴールデンマイク、7番名称9が、あーれー、ちょっと7、11後ろから頑張ってくれ、頑張れって、いけいけいけ、まだ間に合うって、さらには11番ダイヤグラフが3番、あーこれ8粘ってんだ、7行くけど、あー8が粘る、あーかんな、前3頭に70いいよ、差を詰めてまいりました、その直後には14番トモジャケイヤ、あ16もいいね、よし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 、頼む、前で決まってくれ、再び内からスーッと接近する、さあアドバンスハローが接近して今度はカーシにかかるか、ベンダ・マリラビア・アウグスト、今度は外からアウグスト、アウグストはかわした、アウグストはかわした、そして15が刺してきてる、あかあー、いやーちょっと待って、9、9も勝ってない、粘る粘る、あーちょっと待って、あかんってほんまに、そろそろ頑張っている、先頭はアウグスト、どうしてアウグスト最後を押し切りました、もうが追走して3、4コーナー中間600切りました、そしてその後ですが、ダノンフロイデ、ラレールデリス、現在3番手、4番手、あらあらあら、内からは4番のリミットバスターがこの3番手争いに深く加わってまいりました、よしよしよし、おー15、いいぞいいぞいいぞ、第4コーナーから直線コースに向かったところで今度は外からダノンフロイデが先頭に変わりました、外からダノンフロイデが先頭、そして6も来てんね、いいぞ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 、マゴトベリーキーが2番手から前に接近する構えを見せている、3着が15番のダノンフロイデ、誰が来る、そして外からは11はあかんで、11はあかんからな、その後3番手争いを通してどうなる、どうなる、マコトベリーキー、これ何、うちうち 5だったらいいんだ、5だったらいいんだけど、いやマコトベリーキーか、1番アイアム優秀が追走しております、先代4頭です、そしてその後は仕事を固まって外からナスティウェザー名称ミシガンなど、さあ第4コーナーカブ直線コースへと向かってまいりました、いやーうちで1がちょっと頑張ってるな、困る、そして A トラックス、そして日本ピロカラット、この3頭の争いにこのままだと1が来てしまう、ちょっと待って、そして名称ミシガン足を伸ばしてくる、追い比べから現在ロードフォワイスに粘る粘る、しかし7番の A トラックスが接近、今度は A トラックスをかわしました、 A トラックスよし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 
ジャスティンエース、さかなく上昇ホープ並んでいます。8あかんで、そのまま逃げられたら困んねんな。さらに外からは15番の中和の奇跡、中和の奇跡、さあ第4コーナーカーブ、まもなく直線コースへと向かってまいります。ウォーターアルグランが先頭で直線コースへと向かいました。12、いいね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 、2も来い、頑張れ。から今度は前に並びかける、けけけけ、5もあるぞ。上昇ホープが来た、上昇ホープが来た。帝王ダビンチ、帝王ダビンチ、おー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 、ちょっと待って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 、どうなっとん、どうなっとん、ちょっと待って、あー一気に変わって、ようわからん。あーよしよし、でも6は、スタートのペルセウス、6番のスズハローム、もつれた、ゴーリン。ゴール前4頭大接戦。がつけておりますが、ではさあ11番のさあゲラジオオペラがつけております。3番手の11番のオーシャンパークは追走です。さあ各馬が3、4コーナーの中間地点、そしてその前の3頭を見るような形で、さあタスティエラが現在4番手、第4コーナーカーブ、まもなく直線コースへと向かってまいります。スタニングローズが先頭、スタニングローズ先頭、ペラジオオペラが2番手ですが、今度はペラジオ頑張れ。ローシャムパーク、ローシャムパークが君は勝ってるんだよ、先頭に立っていくか。ローシャムパーク、いやでも他が来ないな。ベラジオオペラ、この2頭がジオグリフ頑張ってくれ、頼む。ベラジオオペラ、いやちょっと待って、ルージュが来てる、うわーこれはあかん。いいよっとー、ベラジオ勝った、ベラジオオペラ、ローシャムパーク、そしていや4歳児のね、おめえ返上やん、おめでとう。を狙って6番のコパノハンプを、いやー16はあかんね、というところ、外からはさ、5頑張れ、5頑張れ、さあ直線コース、直線コース、5頑張れ、いいぞ、今度は頼む頼む。他に外からナムラフランクは先頭に立つか、ナムラフランク先頭に立つか、アルムラトゥール、この2頭の追い比べ、後ろが離れてる、そしてその後の3番手以降の争い、いや5はいい、5はいいんだけど、5はいいんだけど、後ろがちょっとね、さあ前の争いでした、いやーこれアルムラトゥール、ナムラフランク、アルムラトゥール、わずかにナムラフランク前に出て五輪、やっぱり厳しかったね。そして混戦の3番の7番のジュンウィンダム、よく足を伸ばしております。はい、ということで今回は約20万円のマイナスでした。マジか。いや的中はね3つあったんですけど、取り紙がね2つもあって、配当面がねちょっとあんまりだったんですよね。とはいえね、いい的中もね1つあったので、7、8番人気が頭に来たら配当面かなりこれ期待できそうですよね。改めてご提案ありがとうございました。こんな検証してほしいなどのご提案は募集してますので、ぜひコメントにてお寄せください。今日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価いただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後に公式 LINE では回収率 120% 超え、さらに1ヶ月で300万円以上の利益を出した AI 自動購入ツールも期間限定で無料公開しておりますので、ぜひ動画下の概要欄より受け取ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。